はい、ズキです。今回はドコモの新 4G スマートフォンラインナップ4端末をチェックしていきたいと思います。3月18日に発表されたドコモ 5G サービスについては、これまでにエリアと料金、そして 5G 対応スマートフォンラインナップに関する動画をアップしていますので、未視聴の方はぜひ合わせてご視聴ください。それでは 4G スマホの気になる価格と発売時期からドン。表の上段が前回の動画でお伝えした 5G スマホの発売予定日と価格です。下段が 4G スマホですが、 4G スマホは全体に価格が抑えられているためか、お返しプログラムは適用外となっています。 5G のラインナップがすごいので印象が薄くなりがちですが、なかなか 4G のラインナップも個性的だと思います。発売日についてはミドルレンジエクスペリア、エクスペリア102、エクスペリア10マーク2のみ5月発売予定で、その他の3端末は6月以降に発売が予定されています。価格はエクスペリア102が税込み 47,520 円、ギャラクシーのミドルローレンジ A41 が 37,224 円、 LG のスタイル3が 41,976 円、アローズ B4 が一番安い 23,760 円という価格構成です。続いて個別にそれぞれがどんなスマートフォンなのかをチェックします。エクスペリア102はドコモ春の 5G フラッグシップモデル、エクスペリア12、エクスペリア1マーク2の兄弟機で、ドコモでのキャッチコピーは持ちやすい、使いやすい、ハンドフィットサイズのエクスペリアとなっています。新エクスペリア特有のアスペクト比21対9縦長ディスプレイを備えた約6インチの有機 EL ディスプレイでありつつ、幅が69ミリに抑えられているため持ちやすいサイズ感となっています。21対9の比率を生かしたマルチウィンドウ機能にも対応し、上下に別々のアプリを配置して使い分けしやすいのも特徴です。背面には焦点距離16ミリ800万画素の超広角カメラ、焦点距離26ミリ1220万画素の標準カメラ、焦点距離52ミリ800万画素の望遠カメラを搭載。エクスペリア1と同じ構成のレンズを採用し、高感度ダイナミックレンジで実現するナイトモードも備えています。 3600mAh のバッテリーはお得意のスタミナモードと板割り充電機能により長く安心して使えるとのことです。オーディオ関連では側面にイヤホンジャックを搭載し、ハイレゾ音源の再生や圧縮音源をハイレゾ相当の解像度にアップスケーリングする DSEEHX に対応しています。スペックは CPU にクアルコムのミドルローレンジスナップドラゴン665、メモリ RAM が 4GB、 内蔵ストレージが 64GB、 外部ストレージとしてマイクロ SDXC 1TB にまで対応。ワンセグ、フルセグは非対応ですが、お財布携帯に対応するほか IP68 等級の防水防塵性能を備えています。サイズは高さ約 157mm、 幅約 69mm、 厚み約 8.2mm、 重量は 151g。カラーバリエーションはミント、ホワイト、ブラック、ブルーの4色展開です。先ほども確認しましたが、発売時期は5月下旬以降で、価格は 47,520 円です。 Galaxy A41 は入門機の Galaxy A20 を少しスペックアップしたモデルです。キャッチコピーはキラリと光る、デザインもカメラも。約 6.1 インチの有機 EL ディスプレイを備えながら、本体幅は 70mm に抑えられ、持ちやすさを重視して設計されています。画面内指紋認証にも対応し、指で触れるだけで画面のロック解除ができます。背面カメラはトリプルレンズ構成で、約4800万画素の広角カメラ、約800万画素の超広角カメラ、約500万画素の深度測位カメラを搭載。超広角カメラは123度という人の視界とほぼ同じ角度で、目で見ている景色がそのまま写真に残せるとのことです。自動でシーンを判別するほか、ぼかしも撮影前後に自由自在に設定できるため、被写体をより際立たせる写真が撮影できます。まばたきやレンズの汚れを検知して撮り直しを促すアラート機能も備えているそうです。前面には約2500万画素カメラを搭載します。よく使うアプリや同時に使うことが多いアプリ同士をワンタップで起動できるアプリペア機能も搭載しています。 CPU はメディアティック製のヘリオ P65 を搭載。メモリ RAM は 4GB、ストレージは 64GB、 外部ストレージとして最大 512GB のマイクロ SD カードに対応しています。バッテリー容量は 3500mAh、 防水防塵性能は IP68 等級で、お財布携帯に対応しています。サイズは未定で、カラーバリエーションは
ブルー、ホワイト、ブラックの3色展開。発売時期は6月以降で、価格は 37,224 円です。 LG スタイル3は2019年夏に発売された LG スタイル2の後継モデルです。キャッチコピーは彩色兼備で、従来の製品では液晶ディスプレイが採用されていましたが、 LG スタイル3では約 6.1 インチの有機 EL ディスプレイが採用されています。解像度はクワッド HD プラス。面白いのが搭載している CPU で、2018年のハイエンドチップセット、クアルコムのスナップドラゴン845が採用されています。スナドラ845搭載端末としては、 Galaxy S9 シリーズおよび Galaxy Note 9、 Xperia XZ3 および XZ2 シリーズ、 Pixel 3シリーズ、 Zenfone 5Z などが挙げられ、2世代前のハイスペックチップセットを価格を抑えたローエンドモデルに搭載するというのは面白い試みだと感じます。ジェネリックスマホと揶揄されてきた LG が、それをポジティブに真面目に捉えている証ではないでしょうか。背面カメラは4800万画素と500万画素のカメラを組み合わせたデュアル仕様で、 AI カメラ機能を搭載、ポートレートや広角撮影、夜景撮影のナイトビューに対応します。メモリ、ラムは 4GB、 内蔵ストレージは 64GB、 外部ストレージとして 512GB までのマイクロ SDXC カードに対応します。IP68 等級の防水防塵性能や、ミル規格準拠の耐衝撃性能を備えるほか、お財布携帯にも対応しています。バッテリー容量は 3500mAh です。サイズは未定で、カラーバリエーションはオーロラホワイトとミラーブラックの2色展開。発売時期は6月以降で、価格は 41,976 円です。ドコモの新 4G スマートフォン、最後はアローズ B4 です。画面割れに強いということと、メイドインジャパンをアピールしています。防水防塵性能に加えて、アメリカ国防総省の調達基準であるミル規格23項目に準拠するなど、堅牢性が売りのスマートフォンです。アローズのお家芸になりつつあるハンドソープ洗いにも対応しています。シンプルモードを搭載するほか、ラクラクシリーズに搭載していた迷惑電話対策機能を新たに搭載しています。電話帳未登録の番号から着信があると、ガイダンスを流して犯人側を牽制し、迷惑メモとして自動で録音するそうです。さらにジュニアモードを新たに搭載し、子供が利用できるアプリや使用時間の制限もできるため、シニア層とともにスマホデビュー層を狙った端末と言えます。背面に指紋センサーを搭載し、画面の表示内容を拡大縮小するなどの操作が可能な独自機能 X ライダーや、指紋センサーに触れるだけで画面のロック解除や決済アプリなどの起動が可能なファーストフィンガーランチャーにも対応しています。その他、お財布携帯やインターネットラジオと FM ラジオの両方が使えるハイブリッドラジオ、 AM ラジオの番組が FM でも聞けるワイド FM にも対応しています。プロセッサーにはクアルコムのローエンドチップセット、スナップドラゴン450を搭載し、ディスプレイサイズは 5.6 インチ、解像度フル HD プラスの有機 EL ディスプレイ、ラムは 3GB、 ストレージは 32GB、 バッテリー容量は 2780mAh と必要最小限というイメージです。なお、ストレージについては外部ストレージとして 1TB までのマイクロ SDXC に対応しています。サイズは未定で、カラーバリエーションはゴールド、ホワイト、ブラック、パープルの4色展開。発売時期は6月以降で、価格は 23,760 円です。はい、ということで4端末をザザッと見てきましたが、いかがだったでしょうか。 5G スマホはどれも10万円超えなので、ちょっと縮小気味な感じもしましたが、 4G スマホはどれも5万円以下の設定となっており、しかもかなり個性的な印象を受けましたので、このあたりドコモの戦略が感じられました。皆さんはどう感じられたでしょうか。なお、スマートフォンではありませんが、約 10.1 インチ1920×1200ドットダブル UXGA の TFT 液晶を搭載した防水防塵対応タブレット DTAB D-41A も発表されました。ドコモオリジナルブランドの DTAB シリーズでは、2018年8月に発売された8インチタブレット DTAB コンパクト D-02K 以来の新機種となります。10インチタブレットとしては2018年2月に発売されたファーウェイ製の DTAB D-01K 以来2年ぶりとなり、 OS には最新バージョンの Android 10がプリインストールされる予定です。
今回の DTAB のメーカーはシャープで、プロセッサーはクアルコムのスナップドラゴン665、ラムは 4GB、内蔵ストレージは 64GB で、外部ストレージとして最大 512GB のマイクロ SDXC カードに対応します。バッテリー容量は 6500mAh で、充電によるバッテリーへの負荷を減らすインテリジェントチャージにも対応しているそうです。防水・防塵等級は IP68、LTE 通信の最高速度は下り 400Mbps、上り 75Mbps と DTAB シリーズの中では最速となる見込みです。またドコモオンラインショップでは3月18日より機種変更を対象としたスペシャル割引の第2弾がスタートしています。第1弾より対象機種が拡大され、 D ポイントの還元から機種代金直接の割引に変更されるとともに、割引額の増額などが実施されています。一番割引額の大きい2万2000円割引対象機種としては、各種 iPhone シリーズや Pixel 3a、 Huawei P30 Pro、 Aquos Sense 3、 Xperia Ace などの Android スマートフォンやタブレットがあり、例えば Pixel 3a では本体代金税込 46,728 円から 22,000 円が割引かれた 24,728 円で購入できます。なお新規契約や MNP 契約変更の場合は、端末割引ではなく D ポイントが2万ポイント還元されます。比較的新しい端末、例えば Galaxy S10、 S10 プラスオリンピックゲームズエディション、 Aquos 02、 Xperia 5などは 19,800 円の割引対象となっており、最新の iPhone、 iPhone 11シリーズも8800円割引となっていますので、 5G スマホの発表を見てから機種変更をしようと考えていた方などは一度覗いてみてはいかがでしょうか。動画説明欄のリンクよりどうぞ。 5G に関してこれまでの動画でいろいろとご質問もいただいていますので、いくつかドコモに直接ぶつけてみて、改めて動画でご報告したいと思います。何かご質問事項があればコメント欄までお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。